犬井和美は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。と佐藩だろう。価格は、地行四千五百石。織田信長の家臣、犬井和則の三男として、美濃国に生まれる。陽名は愛助。字はまた左衛文、また正言と称し、後に、三内貧語と改めた。天正六年、織田氏の家臣。 山内和豊の張馬国三木城に出陣の際に兄、和信と共に和豊に仕える。同13年、主君、和豊が大見国長浜城主となると、これに従った。天正13年11月29日、天正地震によって兄、和信が死去すると、幼少であった兄の維持、勝ます。 活字に代わり、兄の過労職を継いで、大見長浜藩の過労となり、翌14年9月2日に、大見坂田郡榎ノ村に、最地300国を賜った。なお、この過労職の継承は、カンマスラが青年するまでの一時的なものになる予定であったが、その後の和美の活躍が著しく、関ヶ原の戦い以降には、 徳川家康からも一目を置かれる存在となったため、和美の子孫が代々過労職を相続することになった。天正18年10月7日、主君、和豊の東,東海国掛川恵方に伴い、東,東海灰原軍、佐野軍、岩田軍のうちに、最地1300国を賜った。慶長5年、藍津西伐に出陣し、そのまま関ヶ原の戦いに参陣する。 戦後、その功績により、主君、和豊が土佐へ封入されると、翌六年に土佐で四千五百国を賜い、三内の生徒、よりき11人を付寄せられ、侍組付け支配を仰せつけられる。この時、御本陣左一番中老、御ほ支配などを仰せつけられる。その後、江戸幕府による天下武神の御用を務め、特に慶長十一年の江戸城の不審の際に、 徳川家康より羽織を賜っている。同18年には、江戸勤めを仰せつけられ、慶長19年2月22日、二大将軍、徳川秀忠へのお目見えを仰せつけられる。同年の大阪の陣の際には、主君、山内忠義より、江戸兵のお勤めを仰せつけられる。元那2年、徳川家康の死去にあたり、死者を仰せつけられたが、 病気につき髪型にて薬儀を免除された。一方で、土佐の当時にも活躍した。幕府による玄奈の一国一条例に際して、土佐領内の城郭破却を行う。玄奈七年、江戸表にて、主君、忠義の指紋に応えて、武行職として、反省の刷新を図り、翌八年、忠義の命を報じて、野中直継ぐ、寺村淡路、深尾茂忠だらと共に、 土佐領内の仕置きを定めた。また、和美は、地行地の長岡郡この絵にある新言宗の寺院、観音寺を、観永2年に全宗に改めさせ、相当宗、小峰山観流寺として回帰し、犬石の母大寺とした。なお、この寺は、法永5年の消失による復興に際して、永元寺に改名し、明治4年に、廃藩地権により一時廃寺となるが、 同六年に再考された。寛永二年八月、病気につき山内忠義のお広の御所を下し置かれ、同五年に病気によって陰居を押せつけられる。寛永十年一月十二日に死去。自ら混流した、寛流寺に葬られる。和美の幼名、伊助は、山内和豊の通称、家門より一時を賜ったもので、著は、著突盲信や、 諸無者などに通じる勇猛な武者の意で、和美は、かずとよの膝元にて常に故障し、殿の助けとなるよう働くようにとの言葉によるもの。幕末の板垣大助は、犬いかずみ家とは本来は別流の犬い師であるが、先祖が、隠族関係にあり、犬いかずみの子孫にあたる。和美の妖名を賜って、板垣大助は、幼少の頃、犬伊之助と名乗っていた。 そもそも板垣正信に、犬の姓を与え犬正信と名乗らせたのは、山内家家老三内貧乏神子と和ずである。かずみ、犬一成、山内信雄、犬一の四代にわたる墓は巨大で、犬の大墓と呼ばれ、土佐藩主の墓より大きい。わざわざ、摂津国から船で取り寄せられた巨石が使われている。 高知城下の現在広め市場となっている場所に、犬井和美の屋敷があった。ありがとうございます。